いくつかやってきた。やってきたか。いやもうめちゃくちゃですよ。めちゃくちゃやってきましたね。もういろいろ。なんか思い出せる範囲でいいんで。いやもうまあ飲食店がほとんど多いですけど、はい、それこそ引っ越しですとか、まあ、その水商売も少しやりましたし、飲食店、パチンコとか機械のスロットとかの、あの台を運んで設置するとか、まあ、でも契約社員みたいなのもなったことありますね、少し。あの知り合いの会社でどうって、あと運転手も知り合いの社長さん、会長さんの運転手やったりとかしたこともありますし、コンビニ、あの面接で落ちました、これも笑い話なんですけど近所のローソンに行って時給がいいから行ってみて、はい、たらなんかごめんなさいされてしまってやっぱ経験がないとダメなんです、今のコンビニって。深夜は特にうち一人でやってるんで経験ないとちょっと難しいんですよねって言って、あれ俺落ちた今みたいなコンビニ落ちたみたいな2ネタになるわとか思いながらも、その子みんな二度と行けなくなったとか逆に行きづらくなってるんで行ってはいないですけど、いろんな本当にバイトはしてましたですね。急にこう仕事が入ったり、うん、オーディションが入ったりっていうこともあると思うんですけど、まあ、それについてどう思いますか？いやだからそれはもう基本的に比重はというかやっぱりそっちがメインなんで、それを言った上でバイトをするしかないってのもあれば、まあ、汚い話とかやらしい話それ言わないで入ってその仕事場ですごく必要視されるぐらいやっぱり頑張るというか、しっかり仕事も覚えて常に入ってほしいって言われるぐらいまでなって、いや実はちょっと明日撮影があってとかって言ってお休みいただきたいんですけどって、でも仕事ができなかったらそういうことばっかやってるともうごめんいいやって言われちゃうんですけど、そうじゃなくていやもうそれでもいいよっていうのでそれでもまた来てくださいって言ってもらえるようになったって、役者さんでみんなそういう人多いのかなと思うんですよね。だから正社員にはなれないっていうのはありますね。だから生活の安定を求めるんだったら多分やらない方がいいですよねってやっぱ言われますから。日雇いじゃないですか、だから日雇いでその日に行けるところに行くみたいな、あそれでいいんであれば一番多分日雇いが確実、うん、そうですよね。あと登録制のところとかでその明日行けますけどみたいなとか、あ、まあ、そのオーディションとかなんか仕事とかって基本的にいきなり明日来てとはならないんで、予定がある程度そのスケジュールは決まってるでしょうから、役者の方の仕事っていうのはアルバイトの方でのそれこそ1週間前1ヶ月前にシフト出さなきゃいけないっていうのがあるでしょうから、じゃあ週1週間のバイトを探すとか日雇いバイト、まあ、手っ取り早く行けばですよ。でも一番いいのはやっぱり一つのお店で、僕なんかの方法で言えば正解かどうか分かんないですけど飲食店で働いて、で今のところ予定は何もないんで逆に入れる時はずっと入りますと、でこういう時にこうこうこうで来週こうなるんでって言ったら、じゃあ代わりを逆に見つけてと、だからアルバイトの一緒の友達同士が仲良くならないとこの日変わってくれないっていうのが、シフト制だとそうですよね。で多いのが役者同士が一緒に働いてることが多かったりしますね。あ、はい、僕は今他にもやっているところやっぱその役者さんが何人かいるんでちょっとこう変わってくれないって言ったらもう変わってあげるよっていうの で逆に今度こっちが変わってあげることもあったりするんで、そういうことをやったりしてお互いに助け合ってっていうのは持ちつ持たれ、まあ、そうですね。特にいくつもみんな登録してますよね。登録というか在籍してるというか、僕なんかも今その飲み屋さんだったりとか、あと居酒屋さんとか、あといくつかその焼肉店みたいなところとかも登録というか逆に在籍してるんで、空いてる時に来てもいいよと言ってくれたりはしてくれますけど、でもやっぱり景気ものよしあしもやっぱり左右してくるんで、やっぱ今日いらないやっていうこともあったりするんで、いくつかは掛け持ちにしてますね。やっぱそういうつながりはずっと持ってで、シフトがだからある一つは1ヶ月前に出してくれ、ここは2週間前でいいよ、ここはいつ来てもいいよって言われると、であとは時給の話になってくるんで、どこに入るのが一番いいかなっていうのはあるんで、基本ベースはここにしておいて他の空いた時間はこっちでちょっと入れますけど、じゃあ来ていいよって聞かせてもらうっていう。